関空ですね。関空です。じゃあ今から沖縄行きましょうか。はい。お願いします。お願いします。着きましたね。あ、着きましたね。まずじゃあレンタカー借りて、はい、それで蜂ですね、はい、蜂きましょう。蜂取りに行きましょうか、はい、みんなが治療で使ってる蜂を。そうですね、はい、行きましょう。行きましょう。行きましょうか。行きましょうか。まずは急いで蜂ですね。そうです。いつも僕たちがね、治療で使ってるミツバチ、西洋ミツバチのメスをもらいに、新垣先生のところですね。そうですね、まあ挨拶ですね、はい、ご挨拶しに行きましょうか。いつも大体200匹ずつ送ってきてもらってますもんね。そうですね、冷凍して。僕行くのはもう、何年前になるんですかね。10年前ぐらいになるんですね。いや10年いいっすよ。7、8年前年前ですかね、前になるんですね。僕は行ったことないんですけど、先生にはお会いしてる感じですね。 LINE 友達ですもんね。 LINE 友達。まあとりあえずじゃあ向かいましょうか。そうですね、行きましょう。それ行ってから、はい、阪神タイガースのキャンプ地ですね。そうですね、剛君に会いに。あ、楽しみですね、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。このプリス、喉ですか。そうですね。そうで、先生が送ってもらってる200匹ぐらいの蜂で今選手治ってるんで。ああ、そうですか。腱鞘炎が。はい、はい、はい。またお願いします。はい、します。今日はもう、これからどうしようか。そうですね、いつも違いますもんね。リスキンの方がちゃんと。そうですね。急な対応やのに良かったですね。良かったですね。これです、8です。うわ、これを掴むのが教官の役目です。すごいですね、この8。すごいですね、なんかちょっとやっぱ冷凍よりでかく感じるっすね。ですね。さて、じゃあ今から本格的に向かいますよ。着きましたね。はい、今からちょっと行きましょうか。おったおったお兄さん。おいしたおいした。お疲れ様です。マンポテ、すいません、失礼します。マンポテ、お疲れ様です。マンポテ、お疲れ様です。マンポテ TV、 お疲れ様です。あの有名な、なるほど。お疲れ様です。お土産の、ありがとうございます。これ今度、これちょっと聞いてもらっていいですか。なんですか。マンチさん、いかがですか。これ、お疲れ様です。来てもらっていいですか。めっちゃいいやん、これ。にもあ、結構厚めやな、はい、答えです。すみません。やばい。キャッチーなん作っていきますね。いや、これちょっと待って、これ誰書いたの。これ、あの、ね、そう、妹です。そうなんです。これ僕みたいですね。似てるっすね、はい、これ社長僕っす。この T シャツをちょっとあの明日から沖縄行って、あの選手の姿見て、これちょっとお土産に渡しましょうか。喜んでくれますかね。全て寝巻きに
ね、してくれたら嬉しいですけどね。寂しい時とか。着きました。あ、そう。そう。どう？まあまあ状態はいいですよ。はい。状態はいいですけど。はい。だいぶ筋肉痛です。社長初めてなんですよ練習。いいです。いいっすね。気持ちいいっすね。いるよ。十分いますよ。毎日見てたんですか。毎日見てました。チェックできました。最高の試合です。いいですね。じゃあちょっとメッシ行きましょうか。ご飯行きましょう。はい、お願いします。とりあえずまず剛くんの練習見たんで。減ったっすね。お腹減ってさっき食べて、食べ終わったらちょうど剛君がホテルに帰るんで、そこから体のケアして、ケアですね。ケア終わったら次が、西川選手が、およそケアですね。西川選手ケアですね。斜め右方面を心がけましょう。じゃあ、道の駅ですね。そうですね。着きましたね。着きましたね。これが女の駅。女の駅ですね。何食べます？何食べましょう。沖縄そばも書いてますし。はい。行ってみましょう。もう手当たり次第食べるっすね。時間ないですよ。時間ないですね。沖縄そばとタコライスです。いただきます。いただきます。どうした？うまいっす。沖縄料理美味しいっすよね。美味しいですね。ケア前にね、体ごしらえしたかなと。そうですね。これ食べ終わるの何分ぐらい食べ終わるんですか？これぐらいの量。3分ぐらいですね。え？3分ぐらいです。マジっすか？すいませんね、待ってもらって。いえいえ、あと3分で食ったもんね。食べます、3分で。昔牛丼5杯ぐらい食べるって豪語してた時あったですよね、はい、でも波いっぱいで苦しんでたですよね、うん、それから比べたら食べるようになったっすね、うん、同じ量ですもんね、うん、これ何セット食べれます？これ10セットぐらいいけるですね。ほんまに？本当にいけるっす。これ10個ずつ？またちょっと企画でやりましょうか。すごいね。お腹いっぱいですね。お腹いっぱい。メッシ食べただけで汗出ましたよ。やっぱあったかいっていいっすね。ねえ。また早川さん、桃裏やってください、あれやってくださいって言われますね。頑張ります。あれやってください。後ほどどんなんかちょっと撮ろうかな。あれじゃあ。あれを。はい。剛欲しがるから、あれを。でも、動画映えはしないですね。動画映えはしないですね。だいつもトレーム来ても、早川さんおれへんの、早川さんおれへんのって。なんでって言ったら。あれ、桃裏のあれやってほしいねんけどっていつも求めてる。やっぱ僕もいつになってもやっぱ仕事前は緊張するっすわ。僕もめっちゃ緊張してますよ。沖縄に来ても緊張するっすね。そうですね。仕事前緊張しなかったことないっすね。ないっす。ずっと緊張してますね。いつになったら緊張しなくなるんでしょう。性格っすかね。ですね。パン屋さん。まだ食べれるんですか？足りました、さっきの。いや、もう最後無理しました。マジっすか？はい。共感の限界ってどのぐらいなんでしょうね。回転寿司で、やっぱ9皿でも、ほんまに行ったらなんか自分の中ではその味わわなかったら12皿もしかしたらいけるかもしれないです。何皿いけます？この間行った時は48皿だったですね。 48?48 ですね。 48? へえ。まあでもちょっと若干無理したですね。すごいですね。
前はもっといけたんですけど。じゃあいざ行きましょう。それ何なさそれ。お、針っすね。オッケー。はい。了解です。やつしちょっとお土産。何？ひでみんち。手書き？手書きっす。でもこれあの何ペン社長？服に書くペンっすね。布書き。ああでもなんか。気持ち悪いけど着てもらっていいですか？ T シャツになってるどうからだ。体締まってる。締まってるっすね。その締まった体に白い T シャツやからやっぱり。あ、いいっすね。嬉しい。これ寝巻きにしてもらっていいですか？寝巻きやったらしたの。あのモットーとしてはね。そうですね。あの。つよし君が寂しいんちゃうかって言ってその時に思い出してほしい。全然寂しいな。何やったら今日何やったら今日あったらもう鬱陶しいぐらいもん。わざわざ沖縄やれてました。いい。残りあと1週間ぐらい。1週間ぐらい。頑張りましょう。いやでも結構パンパンやったやろ。パンパン。結構ギリギリやってんな。うん。至るところですね。まあでもまだ助走ですから。そうですね。はい。4月ですから。はい、3月終わりですね。はい。とりあえず体も休めましょう。はい、はい、休めるのも練習ですね。そうですね、はい、コンディション整えましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いした。よろしくお願いします。じゃあ入ります。はい、もうあの一生顔見たくない。まあ今回は優しかったですね。いやもう体のケアだけで。ケアでよかったです。ほんま優しくて。だからハルくんのケア。そうですね、忙しいですね。もう結局朝からゆっくりした時間ないですね。ですね。朝早かったですもんね。早かったですね。何時に出ました？僕5時半ぐらいですね。5時半ですか？5時半です。僕で6時20分ぐらいですよね。なるほど。15分20分ぐらいからずっとですもんね。ずっとですね。だって剛くんのね、阪神タイガースのホテルから、日ハムのホテルまで50キロぐらいです。50キロぐらいですね。移動ですもんね。ケアして移動。で急いでケアして。結構意外と大変ですね。時間カツカツですね。そうですね。頑張っていきます。行きます。で夜が。翔くんがやるかどうかですね。そうですね。ちょっとね予定が合うかどうか分かんないんですけど、あったら翔くんのケアやって1日終わります。はい、とりあえず向かいましょう。あと3キロ。湯河布院ホテル。はい、湯河布院沖縄。湯河布院です。湯河布院です。ハルくん下にいるって。あ、じゃあ入りましょう。プレゼント T シャツ寝巻き。なんかハル君寂しいかなと思って。まあ特徴取られてますね。プレゼントです。寝巻きにもならんすか。いただきました。はい、いやほんまにこれ着て私服で一回。私服では着られない。お願いします。はい、中針入ってくれ。もうちょっと見て。お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえず一旦ハルくんもケア終わってね、帰りましょうかね。ホテルチェックインしましょう。まずそうですね、チェックインしないと。早くとりあえず行きますか。まあ8時ですね。8時
チェックイン8時まででしょ、だって8時までです、まあ、とりあえず行きましょう。行きましょう。はい、お疲れ様でした。じゃあちょっと今から飯行きましょうか。あと、まあ、仕事も終わって、はい、ちょっとホッと一息つきましょうか。あの王道中の王道のチヌマンありますよ、あそこに。チヌマンがちょっと沖縄を感じないといけないですねちょっと沖縄感じに行きましょうかちょっと、はい、この時間もう民謡とかやってないかもしれないですよ。まあまあそれでもいいんじゃないですかね。いいですね。じゃあ、はい、王道を感じに行きましょうか。お願いします。じゃあチヌマン決定で、はい、OK です。じゃあ、行こうかな。チヌマン、チヌマン、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。乾杯。乾杯。明日は日ハム行きます。行きます。ちょっと飲みましょうか。どうか観光も行きたいですよね。今日は西岡さんのそのリアルタイムで当時見てたんですか。僕ね、剛くんはほんまリアルタイムだったんですよ、ね、あの彼がまだ高校2年生ぐらいで、この子絶対すごいなんだろう。もう違ってた、ね、もう全然違う。でガリ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 やけど、もうセンスの塊。もうあれもう来ると思った。もうその時共感ってもう大学生。そう。でもあこれすごいなって思いました。ガリガリっておかしいけど、あんだけのパワー、スピード、久々に出てきたなと思った人をまさかこうやってね見ることになるとは、もう夢にも思わなかったです。まあ確かに。うんうん。あの剛くんをスカウトしたあの松本さん、よく知ってるじゃないですか。アンドシュも言ってたじゃないですか。すごかったって。もう1年間通い詰めた。通い詰めたって毎日ね。だからもうほんま久々にすごいなと思った選手はもう見るとは、なんもうしかもそのというか10年以上経って。そうですね。うん。乾杯しましょう。乾杯。乾杯。乾杯。一杯目です。もう八杯目です。良かったですね。良かったですね。さあもう一軒行きますか。行きましょう。沖縄感じましたね。いや良かったですね、うん。一瞬でしたけどね、あの民謡は。だって民謡の終わり際ですもん。終わり際に行ったっすね。時間遅かったっすもんね。遅かったっす。じゃあ行きましょう。行きましょうか。さっきと同じ系列という。ねえ。あ、ほんま。今年も一緒でした。でもまあこれ何さそれ。どれも。ハブボール。ハブボールって何すか。あのハイボールをハブ酒で割るという。お酒あんま飲まれへんのに。ちょっと飲んで、飲んでください。どうすか。いやちょっと焼けるような感覚も若干。記念すべき30杯目。それが二頭筋の源ですよね。これはもう過去ハイボールでできてるんですよ。できてるんですね、はい、実際消食っすからね。消食っす。いけます。あ、いけっすね。じゃあもう全部いってもらっていいですか。うわどうしたんですか。いや、結構痛いっすね、これ。もうね、もうね、口の中で。酔いましたよ。足元フラフラする。でもあの2杯しか飲んでないですよね。1杯目がビール。ビール。2杯目がハブッシュっす。ハブッシュ。ハブッシュっす。でもうフラフラ。足元。これが僕のポテンシャルっす。これ今おつまみですか。おつまみです。ラー油のチップスと、うん、沖縄ぜんざいっす。僕ね、沖縄行っていつも飲む酒あるね。ちょっと見てください。どれですか。
これお土産に作ったんですね。そう祭りか、これでジャスミンが割ってある焼酎なんですよ。これね、おすすめ。部屋飲みのお酒買いました。喋れてます僕。喋れてます。喋ってます。まあね、沖縄ぐらいいいっすわね。そうですね。うん。これやんないと。これミーティングっすからね。ですね。じゃあ向かいましょう。向かいましょう。はい。ジャグジーすごくないですかこれ。おお。ここに男2人っていうのも。これ男2人っすよ。やばいっすよ。やばいっすよ。ほんま。あのジャグジー2人で入るのは無理っすね。ネタとしてありですか。これシャンプー。シャンプーっす。シャンプーでこんなのあるんすね。すごいでしょ。すごい。まあ、沖縄ってのは祭りかですよ。この焼酎絶対には買ってほしい。ジャスミン焼酎ってなかなかないね。で、まあ締めは餅食感ロール、これ大好きなんですよ。ただまあ1,2,3,4,5,6個入ってますけど、僕1個、あと5個食べていつものパターンですね。今日もゴーヤチャンプルちょっとしか食べなかったです。これ僕ね、これは締めのうどん、多分ね、締めじゃなくて明日の朝になると思います。置いてきます。置いた。乾杯。乾杯です。まずじゃあ西川選手が練習してる、はい、国頭球場にちょっと行きましょう。行きましょう。でそこから、次は中田翔選手が練習してる赤間球場。ちょっと今日はあれなんですね、ハルク君と翔君が違う場所でやってるんで、同じチームのに、もうだいぶ遠いですね。だいぶ遠いですね。50キロぐらい離れてるんですよね。そうですね。ちょっと急ぎたいと思います。そうですね、はい、行ってきます。行ってきます。来ましたね。国頭球場。いいですね。ピピピピって呼ぶ。国頭球場着きました。着きました。ちょっと春くんと行きましょう。はい。どこにいるんやろ。中っすかね。ね。そこから入れる。はい、行きます。行きました。あ、逆か。
言えばここで、いや、道開いたかよ。確かに捉えてるわ。え、これ、あのね、ああ、ね、そうです。これ書いてるんじゃない？これだから、ね。書いてんの？書いてる。選択肢の落ちない。自主的な時間がなかったさ。ハルキ君、ショウ君、ジョウ君こっち。もしこれみんな。せえ。絶対いらないでしょこんなん。これインスタのそう。立てるのがいい。ライン業界で練習。鬼業界で知ってる？知ってます。知ってますね。あ、すいません。まです。ありがとうございます。はい。姉様。お疲れ様。じゃあまた。またじゃあ大阪で。よっしゃ、頑張って。ちょっとチラッと見ながらまた帰ります、ね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ帰りましょう。帰りますか。はい。お疲れ様。帰ります。じゃあちょっと翔くんにも挨拶できましたし。頑張ってましたね。はい。じゃあ今からちょっとね、前から予定してたカツサンドを食べに行きましょうか。行きましょうか。はい。じゃあカツサンドの有名な場所なんて店ですか？ゴッサ。ゴッサ。ゴッサ。じゃあそこのカツサンドを食べに行きましょう。行きましょう。行ってきまーす。行ってきまーす。ゴッサって書いてますね。ゴッサ。本当にあるんかなっていうのがこの道ですね。これなんか。やばくないですよこれ。やばいっすね。やってますこれ。でもゴッサって書いてましたね。書いてますね。これもう細い道。ゴッサ帰りかな。ゴッサ帰りじゃないですかね。ね。昼時やもんな今。あ、いますね。はい。ですかね。ゴッサ混んでるんじゃないですか。やばいっすね。ゴッサ混んでた。ゴッサ。ね、ガッと言ってください、はい、どうですか、うん、ジューシーですね、うんうん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。うまかったですね。美味しかったですね。量すごいですね。量すごいですもう、ね、はい、会社の近くにあったらいいですね。いいですね。うまかったです。じゃあ行きましょう。行きましょうか。社長、はい、着きましたね。着きました。那覇空港。着きました。じゃあもうあと帰るだけです。帰るだけです。とりあえずもう関空まで行きましょう。無事帰りましょう。うん、楽しかったですね。楽しかったですね。バタバタでしたけど。ね。楽しかったです。じゃあ帰ります。はい、どうぞ。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。関空着きましたね。着きましたね。今夜の10時。過ぎですね。終わりましたね。終わりました、うん、疲れましたか？疲れましたけど楽しかったですね。そうですね、良かったですね。じゃあまた明日から通常通りの生活に戻りましょう、はい、頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。